周平にアクシデント。大丈夫か。5回表終了時、0-0同点。サードゴロを、高橋周平選手が取りアウトにするが、ベンチに戻る際、足を引きずり、途中交代に。周平いないとマジ無理よ。怪我っぽいな。長引かないといいけど。守備の安定が中日を支えてたのに。また故障者発生か。山本昌さんが、時間がかかりそうな痛め方に見える。なんてこと言っててマジで怖い。離脱となると、結構なダメージになりそう。めっちゃ痛そうな顔してたな。周平、右足ぐねってそうだ。高橋周平は、足を完全に引きずってたな。石川昂弥は絶対に上げないでくれ。まだ2軍でホームラン出てないし、打撃フォーム変更だし。3番打者がいなくなるのはまずい。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。